皆さんおはようございます。妙高220ポンド体重100キロの松原妙高です。今日はですね、グローバルダイニング社が東京都を訴えた事件といいますか、ことについて少しお話ししたいことがあります。まず最初にその前にですね、この動画ですけど、今回の動画、サンバーという車のバンパー、前のバンパーにくっつけて、カメラをくっつけてですね、撮影したものです。バイクとかそういうもので撮ったものではありませんので、あらかじめ、そのことをお伝えします。ではですね、本題のですね、グローバルダイニング社がですね、と訴えた問題、コロナの新型コロナウイルス対応のですね、特別措置法がですね、2021年の2月に改正されてですね、都道府県知事はですね、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に基づき、正当な理由なく営業時間の短縮要請を阻んだ事業者に命令ができるようになったというようなことがありました。なんかね、名前を晒すとかで、ね、なんか本当にね、飲食店に対して、私も飲食店の関連の仕事をしているわけですけれども、喉元にですね、刃を突きつけられたような、そんな気がしました。そんな中でですね、グローバルダイニング社がですね、感染予防をちゃんとしているというようなことを理由にですね、従わなかったことによってですね、措置命令が初めて東京の方で出されるという、全国で初めてですね、出されたというような経緯があります。それをことを、飲食チェーンのグローバルダイニング社という会社がですね、営業の自由や表現の自由の侵害に当たるというようなことも含めてですね、訴えたということでございます。まずその命令そのものについては裁判でですね、東京地裁は16日ですね、違法というふうに判断しております。裁判長はですね、店内の感染予防防止などを考慮し、発出要件の特に必要がある場合には当たらないと判断して判断したと。一方、知事の過失までは認めず、損害賠償請求は棄却したと。で、損害賠償請求ですけども、確かね、グローバル社はね、1円だったと思います、損害賠償請求。だから、その辺の、それをね、主にって言いますか、深く重きを置いてるわけではないということでした。やっぱりね、ちゃんと、ここは本当にね、難しい問題だと思うんですね。ちゃんとその予防のための措置が取られているところであればですね、問題ないと私も思うんですね。それを一律にですね、なんていうんですか、定めるというのもどうかと。よく法律にしても何でもそうなんですけども、一番底辺に合わせて法律とか法律とか何ていうんですか、条例をですね、決めるっていうところが日本にはあります。その辺のことを含めてですね、ちょっと今回のことについてはいろいろ問題があったんじゃないかと私も思っております。そういう意味ではですね、グローバル社はですね、よく頑張ってくれたというふうに思っております。社長はですね、 75% ぐらい聞き入れてくれたというようなことだったんですけれども、一部認められなかった点を不服として即日控訴したというようなことだということが伝えられております。で、この中にね、社長の言葉の中に一つね、本当にいい言葉入ってます。民主主義社会に生まれ、憲法を大事にする、そのための異議申し立てはやってよかったと思うというふうに振り返られています。まさしくその通りだと私も思います。コロナですね、まだまだ手探りの部分があると思います。少なくても飲食店においてはですね、なんていうんですか、営業できなかった分をね、しっかり取り戻そうと
こういう規制のない時に取り戻そうとするのではなく、やはりソーシャルディスタンス、ちょっとそういう席と席の間を空けるであるとか、間引くであるとかいうようなこととかですね、またそうお店でね食事をする方々はですね、黙食ということにですね気をつけていただいて、コロナ十分にね注意していただきたいというふうに思います。まだまだこの裁判続くようです。詳しくはね新聞とかいろんなものでまた皆さん情報を集めてください。判決の骨子としては、新型コロナウイルス対策のため東京都がグローバル社に出した営業時間短縮命令は違法、それから命令発出に知事の過失があるまでは認められない買収請求1円だったと思いますけど棄却、命令の運用は慎重でなければならず、不利益処分を課してでもやむを得ないほどの個別の事案が必要だということ、法令規定は自由営業のですね、営業の自由を侵害してはならないということですね。このグローバルダイニングという会社はですね、特に東京都に会社って言いますか、お店をね、持ってまして、私はですね毎月読んでおります月刊食堂という雑誌があるんですけれども、その雑誌に、ね、よく取り上げられている会社です。私の住んでいる中部地区って言いますか、岐阜にはねこの関連の会社はなかったと思いますけれども、どちらにしてもですね疑問に思ったことはどんどんこのように問いかけていくというようなね、ことをしながらも、重ね重ねになりますけれども、飲食店もですねコロナの対策に協力しながら、これからも頑張っていかなければならないというふうに改めて思った朝でございます。それではまた皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それではさようなら、またご安全に失礼します。